2019年12月です。そしたらですね、まあ、雨に降られながら頑張ってマルセップ駅を現地調査しました。駅舎はほとんどが図書館でもね、駅本体部分もね、かなり綺麗で居心地はいいです。で、ホームは立派です。残念なのはですね、やっぱり駅舎からホームに行くまでの道が全然整備されていないっていうことですね。はい、これがマルセップの中心市街地、左折していきます。パトカー、整備式取締エリア、スピード中。そしたらマルセップの街の中を、進んでいきます。ここにも郵便局が、これは新郵便局だ。向こうにあったのは旧郵便局。そして消防署があって、出光のセルフ出光で、しかもセルフと、これはガソリン入れていくしかないな。ちょっとお高いような気もするんですけど。シールド、セルフ、セルフ。左、レベル3、パトカー、整備士、取締りエリア、スピード注意、パトカー。いや、このガソリンスタンドね、よっぽどお客さんが少ないのか何なのか分かりませんが、店員が3人いてですね、全員僕のことをガン見してましたね、給油中の私を。そしたらね、とりあえず次瀬戸瀬駅の方に向かって再出発をしていきますよ。右は町民体育館、ここにもね、ガソリンスタンドあります。シェル、まだマルセットの市街地はですね、続いています。この辺でそろそろマルセットの市街地も終わりですね。右に見えている立派なコンクリートの建物は、あれは何だろう、浄水場かなんか、なんだろう、それとも河川関係の施設かなんだろう、なんて書いてある。せせらぎセンターって書いてある。まあ川か水道関係かどっちかだと思います。そしてここで坂になっていまして、これ石北本線の保線橋ですね。マルセップの保線橋。S 字に曲がりながらね、越えるんですよね。S 字に曲がりながら、石北本線を越えて、そして曲がった先に門別に行く道路があるっていう、ちょっとダイナミックな感じの路線橋ですね。ダイナミックってことでもないかな。路線橋を越えると今度は普通の川をですね、橋で曲がりながらまた越えていきます。この辺りは本当にね、まさにね、中山間地って山奥感がちょっと漂ってます。山間部って言った方がいいんでしょうね、この辺まで来ると思うね。山間部、ちなみにさっきの出道ね、ガソリンスタンドの前にあった神野組っていう会社の経営してるガソリンスタンド、まあ、だからなんだっていう話なんですけどね。マルセップから瀬戸瀬までってそれなりに距離があったような気はするんですよね。ただこの区間もですね、瀬戸瀬インターが開通したからちょっとやっぱり交通量減ってる感じはします。そして右には高速道路が並行してまして、並びとしては国道石北本線旭川門別道っていう、そういう並びで並んでいます。ちなみに一般道と高速道、あ、いや、これはちょっといいや、いや、お察しくださいですね、お察しください。これ瀬戸瀬、いや違うな、瀬戸瀬はまだ先です。
瀬戸瀬はね、まだまだ先ですね。前の車はですね、虹マークをつけた、トヨタのラクティスですね。高齢者が運転しているということです。まあ、それだけ道路に水溜まってるっていうことなんですよね。皇居を再開しようと思ったそばから水を浴びさせられましたね。でこの橋の名前、梅見橋って書いてありますけど、梅の花なんてどこにも咲いてないですよね。そろそろ北海道も梅が咲くことだっていう話なんですけど、全然そんな気配ないです。で瀬戸瀬駅はおそらくはもうすぐですね、あと何キロぐらいで、1キロぐらいでおそらくは瀬戸瀬駅だと思います。瀬戸瀬駅は駅ロードあるかな、あるかないか微妙なところなんですけどね。あれば当然ね、書いていきたいですね。漢字で書いてもひらがなで書いても、右から読んでも左から読んでも瀬戸瀬ですね。瀬戸瀬の集落に一応入ってきました。瀬戸瀬の集落に一応信号機が2つある、それなりの集落でございます。前からこんなんだっけ、いや前からこうなんだよな。そしてどうだろう、共産党の左はね、廃墟ですね。そして郵便局のところを右に曲がると瀬戸瀬駅というこれですね、これを曲がっていきます。郵便局は現役、これは瀬戸瀬の駅前通りですね。廃墟が一つあります。その隣は現役のお宅、その右は廃墟、その左側は廃墟ですね。これはもうね、倒壊寸前、自然に帰りかけている家と感じです。はい、そしてこれが瀬戸瀬の駅前でございます。駅前は電柱と木ですね。これは枯れ木ですね。この時期になっても全然芽が出てない枯れ木、電柱と枯れ木を中心にした、駅前ロータリーがあります。